です。うららです。小道具の一部に ID を更新したものや削除したものがあるためまとめました。今回は工場施設やお店の ID まとめです。家関連、学校関連をまとめた動画も投稿しているためそちらも合わせてご視聴ください。はじめに一番ダウンロード数が多い入れる自治会館です。場所は公園の敷地内です。子供たちの遊び場がされてました。そしてこちら。まずはクリニックから。場所は総合病院の敷地内です。謎に凝ってるポスター。診察室。ええ加減に旋回。検査室、テントテント囲えるような部屋。この側は待合室とつながっています。続いて薬局です。場所は税務署の敷地内、病院の向かい側です。一番凝ったぐるぐるするやつ。募集の張り紙の数が尋常じゃない。薬関係は佐久間商事から仕入れているのだろうか。不安でしかありませんね。次に総合病院です。こちらはよくアリアドクターの病院として登場しています。場所はワルレストランの近くです。現実ではあまり入る機会がありませんが、検査で行った時に受付がたくさんあるのが印象的でした。
何これ。診察室が賛成や、どの部屋が正解。起きろ。ちなみに他の部屋は外れ、小道具を置ける数の上限に達しているため体感だけです。救急車専用の入り口。なおこちらも置ける数の都合上体感だけのところが多いです。入れるのは201号室と208号室のみ。こっちの部屋は全て体感のみです。ちなみに部屋番号24は使ってません。これって病院だけなのかと思ってたのですが、マンションなどでもあるみたいです。大学時代に住んでたところがそうでした。でもなぜか9は使われてた。今回はレストランと娯楽部屋です。イエーイ。屋上へ繋がっています。ヘリポート。アリアドクターはここから飛び立てるんでしょうか。次に降板、あの国民的アニメのパロディです。場所はコンビニの敷地内です。やっちゃんが捕まってました。この建物は間取り図を調べながら作りました。ところで NPC に酔いつくに酔っているけど、まさかこのアニメから撮ってるのか。次にカラオケ船です。体感にかなりこだわりました。
しかありません。完全予約制のフリータイム付加のカラオケ店かも。座れるように椅子が仕込んであります。最近はテレビ画面隠れてる店が多い気がします。突然どうなった少し反省でも。これに入れる斜め不動産です。場所は本物の斜め不動産のすぐ近くです。ん？何これ。このキャッチフレーズと名前は街の中にある看板にちなんでいます。本当かな。そしてトイレ。2階は契約などいろいろするフロア。悪く思うだよ。事務所的な。奥の階段を上ると屋上に出られます。これにライブハウスの内装です。2階席があります。何これ。誰一人お客さんがいませんね。これに美容室です。場所はケーキショップの近くです。大断線ができたから経営が危うそうですね。全面スライム閉店したか。向こうの店よりナチュラルな感じでいいでしょ。これに骨格です。場所はホテルの敷地内です。スタックではありませんがバックヤードに侵入します。シネマ祭りの時にお使いください。最後に遊園地の後ろの最上階にあるベッドルームの装飾です。この後ろが実装された頃に作りました。